はい、次美少年ですね。出た、すごいグループ名、はい、まず名前からして、うん、名前通りに美少年なんですね。で、まあ、特徴としては、まあ、いろんな種類の王子様を5人、うん、6人集めました。はい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 、そっかそっか、まあ、割とキンプリに近いような雰囲気はあるかなという感じです。で、ぜひ聴いていただきたいのコズミックメロディーという、はいはいはい、これはなんかもうアイドル王道ソングみたいな感じの振りが簡単ですね、うん、ね、簡単です、真似しやすい、そうそうそう、もう見ながらでもすぐなんかできる感じですよね。そうなんですよ、だからファンの子も多分家でやったりとか、うんうん、ライブでやったりとかしてると思うんですけど、これもまたなんかトラビスジャパンと真逆いってますよ確かにそうだね、すごいな、うん、推しポイントとしては逆に王道っていうのが、あーなるほど、うん、意外と、うん、そうか、そうスノーマンストーンズもトラビスジャパンハイハイジェッツも、まあ、王道ではないじゃないですか、うん、そうだわ、ここに来て王道出すっていうのがポイントかなジャニーズらしさっていうのから抵抗してるグループがずっと続いてましたよね、はい、ここ最近、さっきのトラビスジャパンだと言ってみたらそうだもんね、ダンスに特化するとか、そこがここに来てアイドルするなるほど、ど真ん中だもんねもうブレずにですもんね、うん、ストレート直球、コズミックメロディーもまた真ん中アイドルソングですね。だってトラビスジャパンはストイックにこうふわってやってるけど手振ってたもんね、だって振り付けの中でトラビスジャパンみたいなあんな跳ねることないですもんね、うん、でも一緒に踊ろうみたいな感じですよねやっぱり YouTube なので、うん、3年間の成長が一気に見られます例えば金指くん一人見てみても、ね、あの2018年から2019年、あれが昔の写真、はい、あどけない顔してるもんね、そうなんですよ、 あれが昔か、はい、これが今か、はい、わ全然違うな、別人みたいな感じ、ちょっと大人っぽくなってますね、はい、でそういうのも見られるのもやっぱり YouTube でハマる要因だったりしちゃいますねセブンメンサムライと読みます。でまた英語と日本語入ってるなぁなんか7人の侍から来てるらしいんですけどそうですよね、はい、で特徴バンドのグループです。セブンメンサムライってバンドなんだ、はい、あこれってあれトークライブでもずっと言ってた、あのカバーしてるあのデイブレイクもやってる、そうです、そうです、ああセブンメンサムライなんだ、うん、現役音大生の子がいたりとかもしてということで早速聴いていただきたいんですが、はい、音楽業界の皆様バンド好きの皆様には一旦アイドルっていうことを忘れてご覧いただきたいなるほどそこのバイアス一旦外して、はいはい、これ普通にバンドとして良くないってなると思うので見ていただけたらなと思います、はい、セブンメンサムライの推しポイントはギャップです。ギャップどういうことかっていうと、ライブでは結構ギター放り投げて暴れ出したりドラムスティック奪ってしまったりというの、まあ、激しい、いわゆるちょっと激しめのなんかライブにで見かけるような光景なんですけど、まあ、YouTube 見ると例えばなんかあの本高克樹くんっていう子は実はあのジャニーズなのにデブいじりされてるようなあとあのメンバーにダイエット中だからあのご飯食べてたら怒られるんですけどなんかこっそり食べてたらあの見つかっちゃって怒られるみたいなとかあとメンバーのそのリンネくんっていう子があの結構筋肉ムキムキなんですけど、うん、いろんな人をこう片腕で持ち上げるっていうチャレンジをやってて、うん、はいはい、でその時にあのエクストラステージってことでやっぱヘビーなんでしょうねっていじられてたりとかあなるほど勝つ気の場合はみたいなそういう、それも面白い。なんていう子ですか、いじられてる子。あと本高克樹くんっていう子です。本高くん、ぜひ大の字中学校ゲスト我々と話合うんじゃないかな、ね、我々は全くいじりませんよむしろ食べさせますよそうそう我々の方に来てくださいいじられた時の返しとかもねでなんか早稲田生で一番頭もいいのにいじられるみたいな面白い、なんかいい、かわいい隙があって、次やったりんねくんって言うんですけど、サスケやあれ、はい、サスケ出てるんですよ、この間年末出てて、っていうくらいあのムキムキで、でギャップとしてはなんか猫ちゃんをお家で十何匹飼ってるとかあと一人称自分の名前リンネなんですけど一人称リンネで、うん、自分のことリンネって呼んでる可愛いところリンネはーって言うんですか、そうですそうです、お菓子泥棒なんですけど彼はお菓子泥棒なんすかお菓子泥棒って楽屋に差し入れとかよく置いてあるんですよ、ね、その差し入れをこう箱ごとガーってあのカバンに詰めて、いやダメでしょケータリングの泥棒何やっておいみんなで食うやつだよあれはい持ってきます、それでもデブキャラじゃないのいじってんの、はい、こっちは筋肉って、あとお菓子作り好きだったりとか、まあ、すごいギャップがすごい子です。6人目に会いません、不憫矢花っていう、あまた不憫キャラ、はい、出ました不憫キャラ、
で、あの陰キャでちょっとオタクみたいな感じの人がいたり、でこの間あの夜更かしになんか一般人インタビューするじゃないですか、街中で。で一般人としてインタビューされて、で何されてる方ですかって言われて、ああのジャニーズジュニアでみたいな。ちょっと不憫出てますね。なかなかいないよね。ないよ。でこの方が音大生で、こういう風にお家がもうなんていうんですか、うわスタジオみたいな感じで、そうですそうです。で結構その公式のアイランド TV っていういろんな動画をアップしてるとこでは、うん、この様子、自宅での様子とかを出してくれてたり、エフェクターとかもすごい。そうなんですよ、あんなエフェクターボードとかも本格的で、彼ベースなんですけど結構ガチガチにやってるみたいな。これはギター用かもしれないですけど、私も昔バンドやってたんでこういうの見るとワクワクする。なるほど。こういうとこからファンが入ってくれたらいいなっていうふうに思いますね。ああなるほどね、バンド好きとかね、ロック好きの人がね。そうです、まあ、という感じで結構ジャニオタは最近不憫キャラが好きで、私もなんですけど不憫萌え。不憫萌え。なるほどね。他だと松村くん。そうです、ストーンズの松村北斗くん。トラビスジャパンだと松倉海斗くんってさっきちょっと紹介してないんですけど、はい、いたりとか、セブンメンだと矢花、矢花くんが、はい、不憫萌えかっていうのがちょっと最近各グループにそういうのがいる。わあ、なるほど。はい、という感じでですね、ちょっとまとめになっちゃうんですけど、うん、まあ、YouTube チャンネルとかアイロン TV みたいなのがあるので、はいはい、ライブとかで見せる表 と YouTube で見せる裏、まあ、A 面 B 面みたいな両方楽しめるようになったので、まあ、こういうジャニーズのデジタル花垂れ世代は今すごく面白いですよというご紹介。なるほどね、面白い。確かに今まであんま見えなかったですもんね、その裏側のどんなのかとかって。本当にテレビで売れてないと、なんかメジャーになっていってないとバラエティとかで分かんないから、そういうのがもう最初から分かるんですね今、はい、YouTube で。でもなんかそのやっぱり K-POP 勢とか、うん、特に BTS とかはかなりジャニーズを研究したって言ってて、うんうんうん、そこからできてきて、このやっぱり表と裏を YouTube とか動画チャンネルの中でこう見せるっていうのはやっぱり K-POP のお得意な芸だよね。その BTS なんかもそうだけど、でそれをやってきて今ジャニーズがまさにそれを堂々と、面白いね、こっちの方でやってきて。でもそんな中でもやっぱりなんかこう、なんかジャニーズだから出てきてるキャラっていうか、新しいキャラがいるよね。さっきフビキャラとかさ、ちょっと陰キャラみたいな人とか、はいはいはい、なんかそことかがやっぱすごい面白いよね、うん、だワクワクする、とにかく見てて、うんうんうん、これら踏まえてなんか全部こういうことがなんかこう新しい新規のファンを開拓していってるだろうし、なんかこう世界の人たちに、うんうん、だから俺が例えば今度インド旅行とか行った時に、もしかしたらスノーマンとかストーンズの話で盛り上がる可能性あるよね。あるね、確かに。見てる見てるみたいな、知ってるみたいな。あれでしょって。だってオーチがね、フィンランド行った時にね、ずっとラルクの話とか話しかけられたんです。お前日本人かみたいな、ラルクアンシェル知ってるかみたいな。知ってるって言われましたもんや。だからやっぱそういう共通言語にジャニーズがなってくるっていうのが。いやあるよ。これワクワクするな。あとこんだけキャラがあの個性豊かでいるので、うん、絶対推しが見つかるっていうのもいいですね。はいはいはい、確かにね、はい、ジャニーズってこうじゃないと思い込んでたらそんなことなくて、うん、むしろジャニーズってそういうなんかひな形みたいなものに対するカウンターみたいな子がいっぱいいるから、はいはいはい、今絶対あるんだよねそれはなんか楽しみだな。もうちょっと俺は今日やっぱり高橋くんだね。おちょっと高橋くん気になりますね。はい、ぜひ見てみてください。やっぱりちょっと中居くんっぽさこれはちょっと高橋くん追いかけちゃう高橋優と中日ドラゴンズ高橋宏と俺ダブル高橋だな全部こうつながってんだよ俺の中ではね俺この4組だったらそういう意味で言うと俺はハイハイジェッツ派ですか。じゃあやっぱ、うんうんうん、ちなみに谷口さんはこの役だった。私はちょっとあの会社員という立場では決めきれないんですけど、正直な話はハイハイジェッツ。あ、来てる。はい。あとセブンメンももっと売れていいなと思うんですけど、なんか動画とかもあと2倍再生されてもいいんじゃないかなって思うんですけど、まだあの世間にバレてないなって。まあでも多分これもデビューの曲がどんなのかってありますよね。うん、そうですね。バンドサウンドとしっかりやっていかなきゃいけないから、ね、おさんは。いや俺今からあれだけど美少年気になるっすね。ハイハイと美少年でハイビーって言われて一緒にそれこそスノーストみたいな感じでプッシュされてたりもしたので、もしかしたらまた一緒にデビューするのかもしれないです。あーなるほど、そこがちょっとまだ分かんない。わねそういう楽しみ方もできる。そうわーちょっと今日勉強になったな。深
ちょっと IIJETS 追いかけよう。トラビスジャパンも気になるね。バンドのセブンメンも俺、うん、多分シニの侍が好きだからさ、うんうん、そういうのもいいんだよね。トラビスジャパン美少年はハードル高いわ。ライブはいけないだろ美少年。踊ってくださいこうやって俺一緒にできる。しかもこれ多分ほとんどグループがあれでしょ、要は YouTube で楽しめるんでしょ。そうです、全グループ YouTube で。だから今すぐちょっとチャンネル行ってちょっと推し探しましょうと登録して。うわー楽しかった。タリウさんありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録しちょくれー。